金杯さんから LINE が来ましたそういえば金杯さんはねなんかコロナワクチン打つとね厚労省の正式発表でエイズの後遺症が出ると書いてあるクスクスっつってね金杯さんがまあ俺ワクチン打ったからねそういうふに言ってきたんだと思うんだけどで俺は公開しましたそうなんだびっくりでも 閲覧100のがエイズになるより嫌だわつって。閲覧100になるぐらいだったらエイズになりますって送りました。したら既読無視された。聞いてんのかいや、それは嫌でしょう。エイズになったらマシだよ。閲覧100になるんだったら。 1 0百ってさ、もう配信者じゃない、まあ、配信者だけど、一時代をね、気づいた人間が1 0百になるってさ、それでもまださ、配信にしがみついてやってるとかさ、マジで惨めじゃん。そうなりたくはないよねっていう話。あ、チンボイジローさんす、ね、じゃあとうす。ごい名前ですね。チンボイジローさん。ありがとうございます、花火。 うん、ねえ、けど。もう、閲覧100なんてさ、金梅さんとうなちゃんマンだけだよ、今。ああ。で、貴族無視されました、金梅さんから。今、配信中なのかなちょっと見てみよう。閲覧いくつ金梅さん。まあ、俺は今600、もうすぐ700か。金梅さんいくつ、閲覧配信中なのかな、今、うん。金梅さん。やってない 俺さっきやってたんだけどなやってないっぽい本人いるのいないだろどこにいるんだよ配送したんだまあそうだよね政治さんが外配信でね揉めてたら閲覧100になっちゃうもんねうん誠治さんがね外で揉め事やってたら 金さん閲覧100になっちゃうから明日のためって明日何もないでしょ金杯さん別にジムしか行ってないじゃん毎日あと映画館うんナーボーに閲覧負けますよいやそりゃ負けるでしょうんあの格が違うでしょ配信者としての何俺,俺とナーボーオりるルがすごいと思ってんのみんな そういう,うに言うけど、ナーボーに負けてますよって。比べちゃダメなレベル帯の人じゃないナーボーっつうのは。あ花火あずます。ありがとう。あ初めての方平川方あずます。だってあそこら辺って石川紀行クラスじゃないの。うん。だって石川紀行と俺比べる比べないですよ。 ナーボうで A ってそれはないでしょだって追加数で4 5千0 0人いかないあの人俺追加で4 5千0人はいかないよ普通の通常枠ででふわっちでもまあ閲覧1 0ぐらいでしょ、うん、格上の存在だよ多分ゼロワンゼロワンの強化バージョン超強化バージョンぐらいじゃないの違うの であいついいやつなんだよね。俺結構話したもん俺。あの楽屋で。うん、あのなんだっけ ?1 月8日に会ったら捨て頃かなんか。で、同じでどこでさ、楽屋が一緒だったんだよ。赤コーナーの。あいつ結構いいやつだよな。話す。話すとめっちゃなんか話しやすいし、いいやつで。松平松平あそんなもんじゃない ?100 いかないでしょ。松平県って。 松平がこうやって「テレッ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 」とか言ってなんかキーボード弾いてるやつは面白いねそうなんかこれキーボード弾いててねアイテムとコメントが流れなくて「ああアイテムないわ」とか言ってやめやめのを見てコメントもねもうなんか3分ぐらい流れなかったんだよそれやっててそう閲覧60ぐらいいや面白いなと思って いや面白い。あれは面白いと。だからコメントあったらつまんないあれ。そう、コメントないのが面白いんだよ。ああいうことやってて。いや、3分ぐらい、な俺がずっと見てて、コメントが流れたら、俺、右上のツボタンを押して消えるもん。つまんなくなるから。コメントがない,ないのを見て、見て、なんか、松平玄がい,いろいろやってんのを見て面白いなって思うけど、コメント書かれた瞬間俺もう見ないもん。つまんないから。 入っ,たし入った瞬間からね、うん、エセアカもコメントだとつまんないじゃん金梅さんで、ね、またなんか閲覧150になったって本当なの金梅さんが閲覧ね150になりましたあ動画でできたんだよなあこれこれ金梅さんの閲覧がね 最低記録を更新したと。ね。これに、ね、2022年の、ね、3月2日、とうとう、金梅さんが、え、閲覧ね、160人になったと。はい。よっさんの予言通りになってしまったら金梅と。閲覧160人。で、コメントも、俺ね、見、これ、ね、赤いバー全部いってんじゃん。 10, 10分50秒全部見ました、俺。ね、このコメントがもうないんだよ。こうやって、こうやってやってて、こうやって。で、黙って、こうやって。こうやってやって。うん、もう、ここまで落ちたってことだよ。3月2日。うん、閲覧160人いや。見てあげて、かわいそうだから。金梅さん、かわいそうだよ、これ。160人だよ、もう。 ねえ、閲覧160。うん。いや、ここまで落ちたらもうさ、なんかもう本当、だから、かわいそうだよ。なんで見なくなっちゃったのみんな、金杯さん好きだったでしょあんなに。若ければ閲覧せんとか言ってたじゃん。うん。どうしちゃったのみんな、金杯さん見なくなって。もう見てあげてよ。 こんな惨めな160人とか動画上げられるんだよ。どういう状況かって。10分ぐらいね、垂れ流して160人の閲覧。ずーっとこれやってんだこうやって。ね。で、これでコメントが流れるんだよ、こうやって。 ほんとかわいそうなんで金梅さんの枠に行ってあげてくださいでナイスもあそうだ金梅さん明日誕生今日誕生日じゃ明日かさあ金梅さんおめでとう明日ケーキ投げに行くね俺うんいつもネタに使わせてもらってるんで、うん、明日誕生日だ金梅さんのおめでとう何歳45歳おめでとう今日は45歳 明日誕生日なんで皆さんね誕生日ぐらいは金杯さんを見てあげてください主役にさせてあげてください閲覧せんってお願いしますアイテムね風船でもいいが投げて閲覧せんって主役にさせてあげてください金杯さんのことみんなできることじゃんうん 45歳の誕生日。まあ全、ね、160になったっていうね話です。いや俺はちゃんと見るよ明日。明日金杯さんね1万キロカロリー食べるんだって。1万キロカロリーを誕生日企画で食べるって言ってました。い知らない。 酒飲むよりいいんじゃない酒は飲まないって言って,言ってた酒飲めよっつったんだ言ったら酒飲まないっつってた、ね、昔はさこうやって、ね、一万閲覧とか一番なんよねこれ金映さんもああ花火焼き出す ハートナビあありがす !2 発ありがとうございます,いますねこうやってね、1万円つらいったけど、今160にだってね1 6十人もう,こう、この時からね、全盛期だったんじゃないの金杯さんの。 これだねこれ,こ,れこいつがなんか真ん中にいるけどこいつが主役だったのかな、うん、こいつ誰だか分かんねえないネットの王子なわけねえだろこれこんなイケメンじゃねえよネットの王子ぶっさいくだよネットの王子いやネットの王子じゃないってこんな顔きれいじゃないって顔汚いよ何かあの肌めっちゃ汚いからねネットの王子 あの一橋達也にめちゃくちゃ似てんだよ顔が、うん、よくあんなんでさラムメロがさ惚れるよなと思ってあんなぶっさい食ネットノージやばいよだって俺,俺とネットノージだったら正直俺の方がかっこいいと思う自分で言うけどなんだけど、うん、めっちゃぶっさい食だよネットノージ俺何回もマージャンしたことあるけど ネットの字とね。